こんばんは。なんかギリギリの時間ですけど、お疲れ様です。こんばんは。皆さん今日はお疲れ様です。なんとか配信できました。さっきまでねちょっと踊ったりしてたんですけど、ひー疲れた。ひーお疲れ様です。明日もね、今日は秋前公演のね、フリーレーしてきて、明日はリハなんですけど、明日は朝から夜まで、はい、やってきます。明日は撮影とかもあるから、ずっと踊ってるってわけではないんですけど、明日はもう朝から、本当に朝から夜までお決まり日和です。頑張ります。皆さんにね楽しんでもらえるようにね頑張りたいと思います。ちょっともう寝そうになってたんですけど、家帰ってきてちょっともうすやすやモード入ってたんですけど、なんかメンバーの通知がねめっちゃ来るんですよ。私通知取ってるから、でこうみんなの通知を見て、あ、みんなショールームやってるんや、偉いなって思って、やばいちょっとやっとこうかなって思って、思い越しを上げました。なんかいい急にね、1分2分前ぐらいかな、もうちょっと本当に寝落ちしようかなって思ってたんですけど、なんか3人ぐらいの通知がポンポンポンってきて、こんな絶妙な時間から始めるメンバー3人もいるのって思って、じゃあ私もしようかなって思って始めました。乗っかった、せやねん、乗っかりマンボー。ちょっとね最近ここでちょっとね寝落ちするのにハマってて、ね、マジでねアロマキャンドルにハマりすぎててね、ここ今ベッドじゃなくて机なんですけど、昨日はずっとねこれを焚きながら寝てました。これめっちゃいい匂いするんですよ。もうめっちゃ溶けてる。あ、クマありがとうございます。めっちゃ溶けてるけどこれいい匂いするから、ずっとこれつけて昨日は寝てて今日も多分、はい、これつけて寝ると思います。でも怖いからね、寝る直前になんか、あ、落ちるなって思う瞬間に消すんですよ。でももう眠いから消し方が雑で、見てください、この消すやつにめっちゃロウがついちゃって、なんかもうこれでかぶせて、あ、消えたって思ったらこのまま朝まで放置するんですよ。そしたらこの溶けたろうがめっちゃくっついてて、こんなんになっちゃいました。これもいい匂いします。クマありがとうございます。クマさん、ちなみにあのパックがやばい、もう 何も言えない、ほら恥ずかしくて何も言えない、何でもないです。パックが
まあね、あのただね、何もしてない配信にねギフトとかね投げさせるのはまあさすがのね私でも心が痛むので、今から1分間もう皆さんのことを見つめたいと思います。それでは、今43分ですね。それでは1分間耐久です。スタートです。これは目をそらしたら負けゲームです。なんかツーショットの時とかに見つめ合いしようってよく言われるんですけど、こういう感じです。大体目をそらしたら負けです。やばい、ちょっと今日ドライアイだからまばたき多めかも。ちなみにもう私は今カメラしか見てないのでコメント欄が一切見えてません。やばい、ちょっとドライアイだからドライアイだから目が死ぬ。私の体感ではあと30秒ぐらいで1分なんじゃないかなって思います。終わり。目が痛くなっちゃった。もうなんか、危ない。ちょっとスマホスタンドが。もう目がシパシパです。ちなみに今日は。すっぴんなのですっぴんなのでね、あのあまり見ないでください。まあ見ないでくださいとか言いながらいっぱい見たと思うんですけど、あんまり見ないでください。よろしくお願いします。2分近くやってた。本当、もうなんかね、私結構ちょっと斜視入ってるからね、目線合ってなかった、ごめんなさいね。最近ドライアイ。何コメントしてたんですか。私がちょっとコメント遡ってみようかな。ちょっとコメント遡ってみよう。さっきの間にらめっこって言われてるあ、笑ったら負けっていう意味で。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アップップ。
私あの変顔ガチ勢じゃないから変顔しないんです残念。メンバーの前ではするんだけどな。私はあの変顔見せません。見せれる変顔しか多分したことない気がするまあ見せれない変顔ってどんな感じって言うけど、結構ね、いやどうなんだろう、あんまり勝ったこともないけど、そんなねメンバーとかとするときはね、結構本気のにらめっこガチ勢ですよ。それは皆さんに見せる機会は来るんでしょうか。なんかイベントとか、ワンオンワンのイベントがあれば見せようかな。でも話し会とかはあの受付の人もいるからダメもうガチで二人っきり、かつ友情としてのあの関係値を築いた人のみに見せます。あの恋愛要素とかが入ってくるとちょっとダメになる。なんであの友達枠で二人っきりだったらあの勝負しましょう。条件厳しい、そりゃそうよ。変顔なんてね、友達ぐらいにしか見せちゃダメよ。もちろん。なんで私が今見せれるこの配信用の変顔はこれです。まあこれもちょっとなかなか結構際どいんだけど、にらめっこしましょう、笑うと負けよう、アップ、これですね。これね、ちょっと目開けたら若干気持ち悪くなるんですよ。これでこれまだ多分ちょっと可愛い感じの潰れた顔かなってなるんですけど、この目をちょっと縦に開くとちょっとキモくなりますちょっとあの魚っぽい感じに。これからのちょっとなんか、うん、おやおやみたいな、なんかセーフなんかアウトなんかちょっと難しいなみたいな。この白目を一気になくすんですよね。ここだけにするみたいな。そしたらちょっと宇宙人感が出ますギフトありがとう、Thank you. ハンターハンターに、そう、ハンターハンター読んだことないのよ。飴が飛んでる。なんだっけこの飴のギフト、昨日教えてもらったよみんなに、ハートペロペロキャンディーだっけ、なんだっけこれがマシュマロかと思ったらマシュマロじゃなかったよ。これなんだっけ、ハートペロペロキャンディーって言ってたっけ昨日。なんかねファンの人が教えてくれたんです。ハートキャンディーだったペロペロなかった。可愛くしちゃった、独自性、独自アレンジ加えちゃったぜ。やばい、今日はちょっと始めるのが遅かったから終わるのも早いね。クマありがとうございます、 Thank you
もう16日連続配信、いや絶対連続してないよな、なんか毎日アイドルのチケット入ってんのかな。明日朝の5時から、5時からはやらない、さすがに。でも明日朝早くて夜遅いからなんかショールームあんましできなさそう明日。くしゃみでひゃくしゃみが。100戦マジ、あっ今悪いコメントあった、パックまであと何万どんぐりみたいな数えちゃったじゃん、やめてよ1101001000万みたいな、いやなんか今一番見せちゃいけないあのアイドルが見せてはいけない姿を見せてしまいましたね。一重百戦まで声に出すから違うんですよ、私数字メジャーわからない数字数えるのこうやって指と声に出さないと、指と声に出さないと数えれないタイプ。失礼いたしましたあと個人ファンクラブ、ブログと、フォトとムービー公開したので、よかったら皆さん見てください。ドゥドゥンと今月初更新したので、よかったら見てみてください。よろしくお願いしますなるべくね、なるべく3月に閉鎖が決まってるので、4月かなので、ちょっと出せなかったものたちを、今後出さないものたちをいっぱい載せたいと思います。いつにも増してゆるいムービー、そうそうそう、ヤンマガのね撮影の時の、まあ、オフショットっていうほどではないんですけど、 YouTube 撮ろうと思って結局挫折した時のムービーですね。最近のおきちゃんの無駄遣い知りたい。今日の節約情報を言わなきゃ。今日はマイキューと油そばに食べ行きました。で、油そばが多分900円ぐらいだったんですね。で、100円でプラスで白米を頼みました。と、飲み物、今日はそれだけですね。まあ1日1000円ぐらいですかね、1000円前後ですかね。違うんですよ、でもねめっちゃ得してて、そこね、あの白米100円なんですけど、白米食べるんだね。そう、普段食べないんですけど、なんでやったかって言ったら、白米100円でおかわり無料で卵かけ放題なんですよ。 TKG し放題なの、何回でも100円で。そりゃ頼みますくない？めっちゃすごくない？でふりかけもあるの、たくあんも、めっちゃよくない？でもね、お腹いっぱいでね2杯しか食べれなかったもうお腹パンパンです今日は。もうそれでポンポコポン、今日は TKG と油そば食べましたしかも油そばも大盛り無料なんですよ。まあちょっとさすがに大盛りは食べきれないから食べてないけど、まいちゃんは隣でニンニクをめちゃくちゃ
積み上げててニンニクの香りがしてました。二人でね、お決まりで今日は広島土砂降りだったんですけど、土砂降りの中油そばを食べに行きましたよ。じゃあそろそろ壇上読んで終わろうかな。短かったんですけども、ありがとうございました。見てくださって、13位編成家でさん、12位チョコミントさん、11位ホクさん、10位ペルさん、9位ハバキヒコさん、8位エルマールさん、7位コバチャさん、6位シロクマさん、5位バンボシさん、4位ヨモツクさんでした。実際1回目の皆さんありがとうございました。そして3位ジェリーさん、2位が虫男さん、1位がとりあえずルービーさんでした。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さんありがとうございました。ということで今日も一日お疲れ様でした。ちょっと短めの配信だったんですけど、ありがとうございました。明日からまた一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。こちらこそありがとうございます。おやすみなさい。良き夢を。雨が止むことを祈っときます。バイバーイ。ありがとうございました。お疲れ様。私も明日も頑張ります。おやすみ、おやすみ。東京土砂降り。あ、やっぱどこも雨なのかな。晴れるといいですね。ね。頑張ろう。傘忘れずに。ありがとう。バイバーイ。